100個。はい、久しぶりや、久しぶりやな。ラインサイドです。こんにちは。どうも。いや、今日はね、久しぶりにマーブルビーチに、何年ぶり？いいね、3年ぐらい。そんなぶりか。いやね、だってしょっぱくなってる。あ、そうかそうか、そうか、ね、昔写真撮りにね、ここ来てるし、久しぶり。冬の海ですよ。今クリスマスですね。25日ですよ。はい、クリスマスにここにちょっと来てますけど、はい、よいしょ。私が影になって、なんか頭でかいかもしれない。メリークリスマス。はい、メリークリスマスですね。はい、でこんな感じでね、ちょっとまたね、72泊でまたね、ポートレート撮影 Vlog をちょっとやっていきますよ。風切りだけがね、ちょっと心配やな。どうなってんやろ、音かな。うん、ゴワゴワってなってるかもしれないんですけども、そこをちょっともしあれやったらご了承ください。すいませんね。じゃあ行こうか。はい、あ、レッツゴー。はい、行ってきましょう。はい、マーブルはね、この石がね、ゴツゴツのね、この石があれですね。寒いね、ほんまにね。すごい、もうね、日がね、だいぶね、沈み始めてるところ、めっちゃ綺麗やな。ああ、めっちゃ綺麗。北木さん単体で歩いてますけども。いやー、何人かポツポツ人いますね。撮ったはずな。写真撮ってはる。なあ、今日はね、このね、ハーネスね、新しく買ってね、そう、おっさんハーネス。おっさんハーネスなんですよ。ちょっとめちゃくちゃ恥ずかしいスタイルになるけども、ちょっとおっさんハーネスで、今からちょっとね、この綺麗な、マーブルビーチをね、すごいね、夕日、さきさ、あ、綺麗ね。ちょっと撮っていきますよ。よし。じゃあ、おっさんハーネス到着。さあ、やっていきましょう。今日はね、72泊なんですけども、カメラはマーク4ではなくて S3 です。まあね、 S3 ね、いいカメラなんでね、ちょっとね、撮っていきたいなと思いますよ。さあ、なんかよさそうか、そんな入りますね。え、おお、すごいね、やっぱり寄れる。うん、すごいね、逆光なんで、全くザキさんのわからないけど、どうやろう、ちゃんと撮れてようかな。よいしょ。すごいね。よいしょ。いや、綺麗ね、本当に。素晴らしいんじゃないですか。わー、すごいすごい。いやー、綺麗ですね。ほんとね。だいぶこれあれやな。と、やばい。いいじゃないですか。こう、波打ちね。波打ち際をちょっと撮っていきましょう。お、いいじゃない、もう一回撮るよ。うん。ちょっと甘かったか。そう、この橋がね、綺麗です。動画はまだ、よいしょ。ちょっとなんかこう撮っていきましょう。はい、そこちょっと歩いていこうか。今日本当にザキさんの音声は分かんないですけども、僕の音声だけでちょっと、もしあれやったら楽しんでください。俺の音声も撮れてんのかどうか分からへん、これ。まあ、いいじゃないですか。ちょっと撮っていきますよ。うん。そう。はい、もう一枚。はい、もう一回。
なんか首がなんかあれみたいです。はい、もう一枚いきます。はい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 、うん、いや、いいじゃないですか。いいと思うよ、めっちゃ。おっと、俺も足元が悪いわ。はい、もうね、年齢も年齢なんで、なかなかね、いいですね。あそこまでちょっと歩き持って、なんかこうちょっといろいろ撮っていきましょう。仁王立ち、でもいいよ。おい、はい、チェックのね、ズボンなんですよ、ジャックさん。そうやね、うん。まだ行くよ、あそこまで。人おらへんから結構いいんじゃないですか。でもおっさんハーネスいいかも、楽や。よいしょ。今日はしかも GoPro Hero 11 Black から寄贈されたというか、ちょっと長めの画角で撮れるっていう、ちょっとそれを試してみようと思って、ね、やっぱりこの撮影 Vlog してると、しゃがんでね、やっぱりザキさん、足長効果に見せるためにしゃがんで撮って。綺麗に撮ってよ。綺麗に。足が短いというか身長が低いんでね。そう。いや、でもやっぱりこうもっちゃり専用にね撮りたいから、ある程度こう下から煽ってね撮ったりするんですけど、その時にやっぱりね、もうほとんど見えないんですよ、撮影 Vlog してたら。 GoPro をね、今まではリュックサックのショルダーのところにね、そうショルダーのところにつけて撮ってたんですけども、ほとんど見えないのよね。だから、まあ、今回ちょっとおっさんハーネスを導入したのと、どこまでこう撮れるかっていうね。ああ、しかしほんま綺麗な、やっぱりいい、ね、うん、来るべきやな。いや、いいですね。で、今回は、まあ、さっきも説明してたけども、S3 ね、 S3 です、はい、みんな大好き S3、ね、動画機って言われてるけども、やっぱりちょっと写真もね、はい、なかなか底力あるよっていうことで、はい、S3 ってね、1200万画素って言われてるんですけど、もともとね、センサー、4800万画素のね、センサーを、ピクセルを一つ、大体一つに1画素なんですけども、それをこうね、4つで一つにして、1200万画素のね、この高感度をね、実現したという、このね、ソニーのね、テクニックですよね、開発者のね。1200万画素のセンサーをそのまま作ったらどうなってたんやろね。作る時間がなかったのか。よこれ作る時間がなかったのか、なんやろ、まあ、テクニックなんやとは思うけど、だから事実上センサーとしてはフルサイズの4800万画素のセンサーを積んでるんですよ。それを1ピクセル1画素やったんやけど、それをねこう4つで1つにして1200万にしてるという。よいしょ、撮りしたほら、ほら、いやー、ここすごいね、本当に。わからへん。さっきの女の子ヒールやったな。この砂利道ヒール地獄ちゃう、ほんと。ほら。すごいな。すごいな、若さってえぐいね。笑いながらなんで言うてるんですか。いや、足出したらいいじゃないですか。あ、ミニスカート履くんですか。需要があれば。需要があればか。きついかも。いや、まだいけるよ、頑張るわ。あまりまだコメントしてくれてないけども、コメントしていただけたらいいんじゃない。なんかミニスカートの希望がやば、ほんまに希望来たらどうすんねん。やばいな、買いに行かなあかん。やばいね、ミニスカート履く。ザラで買います、ザラで。ザラで買うの、大人な感じで。マジで。いくつでしたっけ。まあ女性に年齢はね、さすがにね、32でございます。答えてくれるんですね、素晴らしい。いやいや、心はまだ少女のまま。そうですね。本当そうですよ。これ風切りがね、本当心配ですわ、どうなってるのか。メディアモジュールつけてこればよかったね、本当に。一応内蔵マイクでいけるかなと思ったら、結構やっぱり海は風が強いですね、本当に。ちょっと本当に音声でお聞き苦しい感じになってたら申し訳ないです、本当にすいません。いいのが撮れてたらいいね。そうだね、本当にすごいよね、本当ね。懐かしいね、ここね、これ撮ったわ。撮ったね、本当に。白いワンピース着て
そうですよ、もう少しで夕日ですからね。いやちょっと撮っていきましょう。え、これですよ、いつもこうやってね、こうしゃがんでこうやって撮ってる時にこうどうなってるのか。よいしょ、これをちょっとバストアップなんで、もうちょっと奥行こう。そう、はいはい、もう一回夕日の方を見ようか。夕日の方せっかくやし。そう、こんな感じで少し寄りにしよう。あ、いいじゃないですか。はい、もう一枚こっちが見えるよ、こっちが。そう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 、はい、もう一回、はい、あ、いい感じですね。あ、すごいね、これこれだから、この光はやばいんよ、これ。シャッタースピード上げへんかったら、それかもちょっと絞るか。この光はね、やばしなんですよね。でも、あ、綺麗綺麗、よしよいしょ。ザキさん今座ってはるんで、ちょっとまたこっち座ってね。あ、いいじゃないですか。はい、これ今の200ミリでね、少し離れて、ちょっと光復活するかな。あ、来た、来て、来だしたかな。よいしょ、いきます。そうそう、あ、いいじゃないですか。あ、そう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 、えい、いいでないか。よいしょ、はい、よいしょ、いいですね、本当にいいですよ、本当に。でも寒いですね。寒いっすね。離れてきたわ。そうなのよ、本当にそうなのよ。あ、でも、なんか俺、広い画角で撮れてるのはすごくいいね。うん、前よりも、広角なんで、ちょっと、おさが顔伸びて、撮れていいんじゃないですか。いやすごいよ、だって、こっち側から、こっちが夕日落ちるからね。うん。また髪の毛の色変わりましたね。そうなんですよ。ね。変わってあります。紫になってますか僕ら、あの、クリスマスイブが仕事納めやったんですよね。イエーイ。そう、いや、スタジオのね、ちょっとやっぱり年末ちょっと忙しかったんで。いやー、やばかったね。忙しかったですね。バタバタ僕ら。そうですね。仕事納めまして。無事ね、収まって。休みだわ。僕らやっぱ週末動画クリエイターなんで。いや、また言ってる。また言ってますわ。いや、結構でもやっぱりね、あの、知っていただく方がね、うんうん、あの、動画を見ていただく、あの、なんていうかね、習慣ができるとは思うんですけど。そうなんですよ、今やっぱりね、スタジオで働きながらやっとるのか。おお、おお、取れるか、取れるかな。早いね、早いで、めちゃくちゃ早い。いや、向こう行ってもうた。あ一瞬、その一瞬が大事やから。その一瞬が大事なんやけどさ、俺今もう両手やから二刀流やから。さすが三刀流はやばい。確実に加えるのこれやから。これを加えるからもう。いいやん。まあちょっとね、忙しかったんでね、やっとクリスマスイブに仕事を収めまして、今日ね晴れて、またちょっと動画制作にね、ちょっと取り組めるなという感じ。おうちカフェとかもね、本当よ。そう、やっとやっとですね。まあ少し、まあ、正月休みというか年末休みね、あるんで、まあ、ちょっとこう編集もしながら、まあ、あの、もちろんちょっといろいろやることもあるんで、全部ね動画制作に取り組めるかというとそうではなかったりするんですけど、ちょっと頑張りたいです。そうやね、でもちょっと頑張りたいですね。そういう時ぐらいしかおうちカフェ取られへんからね。そうですね。あ、なんか声かけてありますね。佐々木さん、本当に足元気ぃつけて。あれ、さっきまでめっちゃ綺麗だったのに、なんかえらいどんよりとした。どんよりしてるんやけど、あれどういうこと。どうしようかい。あれどんよりしてんねんけども、しかもさ、夕日や言うてんのにめちゃくちゃ夕日や言うとうのに、思いっきり雲で隠れてます。残念ですね。さっきまでなんか夕日見れそうやったのにな。やっぱりこれがね、自然の摂理ですよ。まあ、来たことに意味がありますよ。まあ、そうやね。でもこんだけ人いい日に買ったら、空なんか撮りやすいね。いやー、でも綺麗なんでね、やっぱりこっちが、 いくらどよっててもやっぱりあのマーブルビーチは綺麗ですね、うんうん、本当にね。そう、ここね、ここら辺ちょっと来たかった。
この辺でちょっと写真撮りましょうよ。なんかカモリさんこっち側本当に見たかったけど、そら見るわな、こんなカメラとな。クリスマスかよみたいなズボン履いて、そうやな。でしかも近寄ってみたらおっさんハーネスしとるし、おっさんハーネスがいい。や、また近寄ってへんから分かる。近寄ったらあいつ何やってなるん。いや、すごいどん寄ってしまったね。あ、でももう落ちちゃうんかねえ、まあまあ、こっちとかえらいどん寄っとる。これわ、ほんまやね。行こう、たどり着いたね。あの先まで行ける？そっちまで。今日またちょっとおっさんハーネス装着。でもいいじゃん。え、はい。夕日とバックに仁王立ちです。ヤンキー座り。はい。いいじゃないですか。あ、いいですね。ちょっと縦で、次は。そう。よいしょ。よいしょ。135ぐらいの寄りで、少し夕日バックに撮ってますよ、これ。あ、いいっすね。そう。はい、もう一枚。うん。はい。そう。あ、そうそうそう。はい。はい、はい。なんかあれやね。サニーサイドの初期の時のサムネイルじゃないけども、あのあれ、思い出すね。よし。さあ、ちょっと戻りましょうか。サンタの写真？おっさんずっとここにはあれやろ、サンタあんにやろ。はい、こんな感じでハーネスに帽子を引っ掛けるという、なんかね、2人でこう一緒に写真撮るっていうことがあんまりないんで、ちょっとせっかくクリスマスなんでね、ちょっと家からお帽子を持ってきてみたんですよ。まあ、今日はもともとね、そんながっつり撮れるかなとは思ってたんで、でも結構今なんだかんだ言いながらちょっと撮れとうね。まあ確かに海だけでね勝負してるんで単調にはなるというかあれですけど、いやー、まあでも風切り音より俺の鼻水の方がもうお聞き苦しいやろ。ずっとスースー言うとうから、もうどんだけ鼻すすんねんあいつに。でもね、本当にね、強烈に寒いっす。ちょっとね、顔痛いっすもんね。よいしょ。あの、水平維持ができないんで。あ、そうなの？そう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 。あら。だから、あの、回転してもあれ、ぐちゃってなるよ。あ、そう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 。前の16対9の方はね、リニアの水平維持っていうか、360度水平ができるから、この GoPro 自体をね、こう回転させても、うん、そのままの水平を維持してくれるっていう。だから、こうやったら画角が変わるのよ。へぇ。まあ、それでもある程度、やっぱり GoPro なんで、スタビライザーがね、効くんで、ここは大丈夫やとは思うんですけども。まあでも、この長く撮れるっていうのが、やっぱりいいかな。その、オッサンハーネスしてる時に、今、ザキさんしゃがんで撮ってたりとかっていうテストが、今回できれば一番、どういう風に映ってるのかっていうね。はい。また撮っていきましょう。よいしょ。はい。はい。そうですね、いいですよ。いいです、いいです。焦げかけてる。寄って圧縮効果。あ、いいよ。はい。ちょっと今ザキさんにね、波打ちの方にちょっと今指示してます指で。そう。あ、いいね、かっこいい。かっこいいよ。
いいですね。こっち向いて。まあ、100% 聞こえないですかね、ザキさんにはね。多分これは音声はほとんど死んでるかと思いますけども、それでもやっていきますよ。え、いや絶対入らへん俺。おっさんたんです、この今ね、サンタの格好で撮ってるんですけど、それをちょっと撮ってみます。はい、いいっすね。結構撮りましたね今ね。さっきクリスマスのやつ撮ってたから帽子かぶってますけど、グリグリ。いやでも違う、これクリスマスに上がらへんねん。グリグリ。これ多分正月とかにあかんねん。明けましておめでとうございます。そうやね、明けおめにもなるかもしれないですね。はい、いつになるやら。そうやね、一応その頑張って編集しますけども。ということでね、めちゃくちゃね、いつものその撮影 Vlog みたいに写真をいっぱい撮れたかって言ったら、まあちょっとね、あの軽くパシャパシャとこう海をバックにね撮ったりとかしただけでやったかもしれないですけども、まあいかがだったでしょうかね。はい、まあね、でも本当にすごくね綺麗な場所なんで、ポロポロ見てます。ほら雨降ってきた。ほら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 、あの雨だね、雨雲やね、まあ、ということで今回あのこんな感じでちょっと終わりたいと思いますんで、また次回の動画もね楽しみにしていただきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンもね、あのどんどんお願いいたします。はい、以前のジャキでした。はい、ではバイバイ。じゃあ